敗戦、親中派圧勝、民主派初のゼロ、投票率過去最低と、時事通信が書いています、19日投票の香港立法会選挙は20日開票作業を終えた、数人の自称民主派は全員が大差で落選し、親中派の圧勝が確定。過去の立法会選で 3,4 割の、議席を維持してきた民主派は97年の香港返還後初めて選挙によってゼロになったと、香港では今年5月中国主導で選挙制度が大幅に変更され、定数は70から90に拡大された。香港では伝統的に市民の6割が民主派支持と言われているが、民意が反映されやすい直接選挙枠は従来の35から20に縮小、立候補にあたっては一定数の親中派の推薦を受けた上で中国や香港への忠誠心を基準とした審査を通過しなければならず、民主派出馬は極めて困難な状況になっていたと、いうことなんですよ、もう完全に中国になりましたね。なりました。香港は、もう香港は、まあ、我々が行った時にもう終わりだと言ってたんですけど、終わってきましたね。手続き的にも本当に終わってきた。これ一般的な民主国家じゃありえない手続きですよね。いやもう全くだってこれ選挙やる意味ねえじゃんっていう話ですよ。そうですよね。選挙じゃないですよ、もう中国共産党の気に入った人間しか立候補できないという状況で、中で選ばれたところでも選挙行く気もしねえよと。そうですよね、いや日本だったらこれ賛否両論ありますけど、どんなやつでも基本的には出れるんですよ、ですから批判を浴びるあのヘズマリュウとか、あれでも選挙出れるんですよ、それはだからまあ賛否両論もあるけれども自由の象徴というか、いう部分があると思うんですよ、ただこっちはもう審査を経なければ そもそも出ることができないという、こんななんか不自由なやっぱ国になってしまったんだなと、今までもやっぱ制限はありましたけれども、その中で多少のこう民主派っていうのがいたわけですけど、今回はもうそれもできなくなってしまい、で投票率もだだ下がり、だったと。でも過去最低の 30.2% だったということですね、で、親中派だけの、国というか地域になり、でも ね中国として今後はやっていくしかないんじゃないかなと、いや優秀な人だいぶ逃げていってるんですけど、日本はいくらかね、香港から優秀な人を受け入れられたらいいのになっていうふうには思いますけどね。そうですね、民主主義が理解してて、日本人になって経済活動とかね、頑張りたいという人もいると思うんでね、また香港も行きたいんですけどね、香港も、いや行きたいっすよ、マジ行きたいけどもう違うよね、だいぶ人がいなくなってるらしいからね、他の国にもう行っちゃってますんでね、そうやっぱイギリスとかもともと宗主国というか、いう立ち位置でしたから、そっちにこう行ったりとかいう人もいますし、難しい立場ですよ ね、 そうですね、日本人ってだから幸せですよね、そういうのないしない、中国共産党がぶっ潰れて、中国という国が4つか5つぐらいに分国されてね、アメリカ系の中国、日本系の中国、ロシア系の中国とか、イギリスが付き合ってる中国とか、そういう形でこういくつかに分けてもらわないと。そうですね、やっぱり令和の三国志をやってもらって、そうそこでやっぱりにらみを効かせると、やっぱ外に出るパワーってなくなっていくので、そうです、そういう感じになった時に初めて香港に行こうかというくらいで、今の状態じゃちょっと怖いよね。そうですね、いつかそれなんかね、そういう形になったらゲームにしてほしいですよね。確かに三国無双とか三国志のゲームとかあれ面白いじゃないですか、だからこう習近平とかがこう前線に出てきて戦うみたいな、確かにそれはそれで結構面白いゲームになるね。人口が多いから10億以上いるわけだから、やっぱ8つぐらいには分けたいよね、いやだってその民族的なやっぱ違いとかもあるわけじゃないですか、あれも無理やりこう、包括してる、わけですけど、そうです、ちょっとやっぱり、その辺をこうしっかり、分割して、行くべきなんじゃないかなと。そうですね、旧満州とかね、あの辺とか中国東北部というあの辺とかも一応独立させてね、そういうふうにいくつも軍区に分かれてね、人民解放軍のそれでやりたいぐらいな感じしますよ ね、 そうですね。ただそういう時に日本が出ていくかって絶対いかないですね、使えないね、今の日本は無理ですよ。次この戦争が起きた時に日本がどれだけ変われるかっていうところだけは、僕はちょっと期待してますけどね。戦争が始まって人が死に始めた時に、あとどっかの島が取られた時に初めて
やっぱ戦わなきゃいけないよねって日本人が思えるかどうかっていうね。まあ日本の前にまず台湾ですからね、うん、台湾、はい、だから今その半導体不足言われてますけど、はい、やっぱ中国もその台湾に依存してる部分ってかなりあるじゃないですか、うん、そうですね、その半導体で、はい、だからその中国が一番早く半導体を得るには、うん、台湾を得ればいいんだみたいなロールあるじゃないですか、はい、だからそうなったら怖いなと。まあそうです、うん、で台湾握られちゃったら、はい、日本も本当に半導体やばくなりますよ。あ、終わりですよ、うん、はい、だからアメリカもやばくなるから、まあだからまあ、TSMC にアリゾナに半導体工場作れとか、はい、アメリカはもう とりあえずあの TSMC を、うん、あの離さないという状況にしつつ、僕は盗んでいくと思うんですよ、うん、アメリカっていう国はそこから逆転していく国なので、まあ、アメリカって下水国ですからね。そうだから僕はねインテルあたりがやり始めるんじゃないかな、うん、TSMC にあの対抗してやるんじゃないかな、うん、ということで、うん、次いきましょう、はい、台湾韓国に強烈な不満表明、うん、というこれオードリー・タン氏の講演が中心になったんですね、はい、台湾のデジタル政策を担当する、オードリー・タン氏は16日首都ソウルで開かれた会合で講演する予定だったが、台湾外交部によると、取材者は両岸関係の、各側面を理由に講演を中止したと。だから両岸関係というのはその中国と台湾の両岸というのはね、はいはい、両岸ですね、はい、台湾海峡を挟んだ両岸という、はいはい、同部報道官は、同部が中台湾の韓国代表代理及びこの失礼な行為について強烈な不満を表明したと述べた、うん、韓国は中国と国交を持ち台湾とは正式な外交関係がない、韓国外務省報道官は台湾と非公式な交流を深めていきたいという政府の立場に変わりはないと説明した、はい、韓国のムンジェイン大統領は今月米国などが表明した北京冬季五輪の外交ボイコットは検討していないと述べ、中国はこれを大いに、歓迎していたという話なんですけども、はい、だからあの日本とは逆の意味でちゃんと立場を表明しているというのがムンジェイン大統領ですね。まあ、おもれてるというかね、うん、もう本当に。しかも、まあ、韓国人と台湾人って仲悪いですからね。あ、非常に仲悪いですよ。日本人は韓国人のことは、まあ、一応認めてる文面もあるし、うん、台湾と日本っていうのは結構仲がいいってなるけど、うん、台湾と韓国っていうのはすげえ仲悪いですよね。そうですね、はい、まあ、韓国はっていうかあまり仲いい国知らないんですけどね。韓国とそもそもないですよね。まあ同盟関係があるから、はい、まあ、アメリカとはそう、でも仲がいいわけじゃないですよね。そうですよね。なんか結構その、うん、いろんな人から聞くのは、うん、そうだから政治の立場の人とかから聞くのは、うん、やっぱりムンジェインはあれだなっていう話はありますよね、うん、あれだなって。ムンジェインってのは相当やばい、やばいやつだなっていうか、まあうね、ダメなやつだなっていう。そうですね、うん、いやもうあのそうですよ、約束守らないですしね、はい、残念ながら、はい、まあ、韓国はちょっとそういう、うん、残念な国ではあるんですけれども、はい、まだこっち側なんですよね、うん、一応そうです、はい、あ、自由主義側です。はい、ですからなんとか踏みとどまってほしいんですけど、うん、まあ、韓国に変に期待して、はい、肩入れすると、うん、まあ、こっちも被害を被るので、はい、まあ、ちょっとまあつかず離れずぐらい。そうですね、つかず離れずですね、うん、あの適当に相手をしてやりながらもっていう感じですよ。でも今これだけ感染が広がってる中で、はい、大統領選がもう3月ですか、はい、に行われるわけですけど、うん、これもだから感染次第のところがありますよね。そうですね、うん、どういう感じに展開するのかっていうのは、はい、うん、まあ、両方多分もう罵倒合戦になるんでしょうけど、どっちになっても反日ですからね。まあ、そうですね、はい、ものすごい反日か、うん、すごい反日か。そうですね、普通の反日か、はい、すごい反日か、そう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 、どっちかですからね、はい、反日であるっていうのは変わりないんで、はい、